梅舎のアウグスタ通り、ポンバリーナ様式の耐震構造梅舎ポンバリーナは、ポルトガルの首都であるリスボンの地区。単に、梅舎とだけ呼ばれることが多い。リスボン中央に、約 23.5 ヘクタールの面積がある。コメルシオ広場の北で、サンジョルジェ城の下に、カイスド・ソードレ地区とアルファマ地区の間に挟まれている。この地区の北にロシオ広場とフィゲーラ広場があり、ロシオ広場の北にレスタウラドーレス広場があり、その北にリベルダーデ大通りが続く。梅舎は、1755年のリスボン地震の後に開発された優雅な地区である。ポンバリーナの名は、ジョゼ一世の宰相で、啓蒙時代の象徴ポンバル公爵に由来する。彼は地震後のリスボン復興と再開発を指揮した。梅舎は地震後建築の最初の例であった。建築模型は地震のシミュレーションとして軍隊に周りを行進させ、耐震性を試したという。ポンバリーナ様式の構造は通称ポンバルの籠という地震に耐えるという木工製の格子細工を含む。内部テラスの壁は火事の広がりを避けるために屋根より高く建てられた。梅舎は2004年12月にポルトガル国内のユネスコ世界遺産予備リストに名を連ねた。ありがとうございます。